ダイノコリディダとは、アノマロカリスなどのラディオドンタルイとオパビニアを含んだ、古生物の分類群である。主に、カンブリア紀に生息した海生動物であり、オルドビスキとデボンキの種類も、わずかに知られている。この分類群の構成種は、原始的な節足動物として、広く認められる。捕食者と思われる種類が多かったことと、甲殻類の腹部に似た。 全部付属詞の形に由来し、学名、ダイノコリディダはギリシャ語のデルタイプシロンヨタニューとカッパールハーローの合成で合わせて恐ろしいカにエビを意味する。このことから中国語では恐れエビ類と呼称される。また、アノマロカリス、オパビニア、パンブデルリオンとケリグマケラという代表的な四族の学名、アノマロコリス、オパビニア、パメデルリアン。 ケリグメイキラにちなんで、本群は、オプックグループと呼ばれることもある。本群の文献によって採用された学名及び、分類学上の定義の違いは、以下の例が挙げられる。それ以外の多くの文献では、節足動物のステムグループの一部に該当する、側系統群とされ、便宜的に、ダイノコリディダ、及びダイノカレディズという総称が用いられる。本項目は、 この定義に基づいて、本文を記述する。左右対称で大切性を持ち、体は大まかに分節のないの頭部と、数節から十数節を含んだ頭部に分かれる。最大の共通点は、先頭の捕獲用に特化した一体の全部付属子と、体の左右に並んだスーツもしくは十数体のヒレで、ある。大部分の表皮は柔軟で、特に頭部は神聖の節足動物に見られる。 硬質化した外骨格はほぼ存在しない。硬質の外骨格は、後期を除けば、ラディオドンタルイの極部のみに現れる。目は知られる限り複眼であり、目柄もしくは全部付属詞の付け根近くに配置される。口は、頭部の腹側に開いており、放射状の葉を持つものが少なからぬ確認される。ヒレの表面内指導部の背側には、エラと思われる、櫛状の構造体が並んでいる。 ラディオドンタルイ以外の種類では、ヒレの下にハーシ動物に似た柔軟な足、いわゆるハーシが生えている。体の尾部は体をなしに並んだ尾ヒレ、一体の尾毛、もしくは一本の尾に似た突起を持つ。ラディオドンタルイとケディグマケラの目、脳と消化系。消化管の途中、いわゆる中腸は大切に対応する消化腺が、数対から十数対ほど並ぶ。このような消化管は、 クキシャンフィアルイ、メガチェラルイ、イソキシスやサイオウムシなど他の早期の節足動物に共通し、本群に禁煙とされるシベリオン科のハーシ動物を除けば、他の反節足動物に見当たらない特徴である。神経系は知られる、限り単純なハシゴ形神経系であり、脳神経説は前代脳一つだけで、全部付属子と副眼の神経はその前方と左右に、 対応していた。本軍の多くの種類は遊泳性であったと思われ、原生の高位下やイのように、料金のヒレを波打つことで海中を泳いでたと考えられる。ヒレもしくは胴部にある騎士状の構造体は呼吸用のエラとされ、半足を持つ種類はそれを用いて海底を歩いていたと考えられる。多くの種類は捕食者であったと考えられるが、 ロカ接触や減落物色に適したようなものもいくつか発見されている。本群の古生物は接触動物のステムグループにあたる基盤的な接触動物として広く認められ、ハーシュ動物から新生の接触動物への進化過程の各段階を表した性質が見られる。例えば本群の中で基盤的とされるパンブデルリオンは、 感情の筋に分かれた表皮と発達した歯足を持ち、歯足動物の特徴が顕著に認められる。その一方、派生的とされるラディオドンタ類は、複眼、硬質の甲がは、間接しかした全部付属子など、重要な接足動物的特徴が出揃っている。配腹に配置された2種類の付属子要素も、接足動物の2下型付属子の起源を示唆する特徴とみなされる。 また、シベリオン、メガディクティオン、およびジェンシャノポディアなどというシベリオン類のハーシ動物は、本群に似た捕獲用の全部付属種と体になる消化センナを持つ。そのため、これらのハーシ動物は、典型的なハーシ動物と本群の中間型生物と考えられ、節足動物の初期系統の規定に位置するとされる。大のコリディダナのメカイ級の海分類として、 ラディオドンタメのみが知られ、かつて本群のすべての構成種はここに含まれたが、ビンサー・エトール2014以降では、アノマロカリスをはじめとする、ラディオドンタルイの構成種のみを示すようになった。そこから除外されるパンブデルリオン、ケリグマケラとオッパビニアは、便宜上にジルド・ローボ・ポデンスとしてまとめられることもある。かつて本群に含まれ、ラディオドンタルイとして考えられたパラペートイアは、 2010年代以降では別系統の見間違いであると判明した。ありがとうございます。